皆さんこんにちは。体育学部健康スポーツマネジメント学科スポーツマネジメントコースの藤本です。最初に私が所属するスポーツマネジメントコースについて説明をします。スポーツマネジメントコースには6人の教授陣がいます。スポーツマネジメント学の専門家、スポーツ&フィットネス産業の専門家、レジャーレクリエーション学の専門家、アドベンチャー教育学の専門家、スポーツ社会学の専門家、そして私スポーツマーケティング学の専門家です。スポーツマネジメントコースはこの6人の教授陣で構成されていて、その理論と実践をバランスよく学べるようにカリキュラムが組まれています。それでは今からスポーツマネジメントとは何かについて私の方から少しお話をさせていただきます。スポーツマネジメント、最初に皆さんに質問です。皆さんはスポーツをしていますか、あるいはスポーツを観戦しますかと聞かれたら、おそらく多くの方が、はい、私はスポーツをします、あるいはしています、スポーツを観戦しますと答えると思います。ところがよく考えてみてください。皆さんがスポーツをしたり見たりしている場面を想像すると、そこにあるものは施設があって、指導者がいて、仲間がいて、相手がいて、トーナメントが組まれて、私たちはスポーツをすることができます。スタジアムに行くと、スタジアムという箱があって、チケットをもぎる人がいて、チケットの値段とか試合の日程の情報がたくさん世の中にあふれていて、でそこで試合を見て盛り上げる仕掛けがあって、私たちはスポーツを見て観戦して楽しむことができます。つまり私たちがスポーツをしています、スポーツを観戦していますと言っているのは、実はマネジメントされたスポーツをしたり見たりしているんです。でマネジメントには人、物、お金、情報、一般的にマネジメント機能と呼ばれるこの4つの要素を揃えて充実させることによって、支えるものをしっかり支えられるということになります。つまりスポーツマネジメントと書きますが、実はスポーツというのは支えられてのスポーツなんです。私たちがスポーツをしています、見ています、してきました、見ましたと言っているのは、実はこれが私たちが言葉にしているスポーツであって、ここにマネジメントがあって、初めてスポーツがスポーツとして成り立っています。そうすると私たちがスポーツしてきて、今度は例えば本学の学生には、私はこれまで高校生まで、あるいは大学に入ってからもスポーツに支えられました、スポーツに育てられましたという学生さんがたくさんいます。で今なぜ彼らがスポーツマネジメントを学んでいるかというと、自分を支えてくれた、自分を育ててくれたスポーツを今度は次の世代にちゃんと譲っていきたい、伝えていきたい、そのためにスポーツを支えているマネジメントを学びたいという学生さんがたくさんいます。スポーツマネジメントというのは一般的に言っているスポーツを支えているものであって、世の中にあるスポーツはマネジメントがなければ私たちはすることも見ることもできません。大阪体育大学ではこのスポーツをマネジメントする理論と実践、この2つの力をつけるカリキュラムと、それから6人の教授陣が揃っています。これまで
スポーツをしてきて、スポーツに支えられてきた皆さんも将来引退することもあるでしょうし、指導者になる人もいるでしょう。いずれにしても今度は皆さんが大好きなスポーツをマネジメントで支えて、次の子どもたち、あるいは地域の子どもたち、あるいは地域の一般の方とかお年寄りの健康を支えるためのマネジメント、それが学べるのが本学のスポーツマネジメントです。ぜひ本学に来てもらって、一緒にスポーツマネジメントを学んで、日本の将来のスポーツを支えていきましょう。ありがとうございました。